どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、こうウェーブヘアを作ってみました。で、今日は、ストレートアイロンでこのウェーブヘアを作ったんですけど、結構こう波ウェーブとかなんかカール作る時ってこうアイロンをこう曲げたりとかしないとダメかなと思うんですけど、今回は髪の毛をちょっとねじって、それにストレートアイロンをこうプレスして作ったカールをやってみました。結構まあ、簡単にできるので、例えばロープ編みだったりとか、こう髪の毛をねじって、でそのままプレスしてするとこういうぐらいのカールが出るっていう感じの動画を今日作ってみましたので、普段巻くのが苦手な方とか、よかったら、このカールも試してみてください。それでは動画を始めていきます。では始めていきます。まずサイドの髪の毛からカールをつけていきます。耳後ろで分けて、サイドの部分も大体でいいので半分に分けておきます。で、下の部分を縦に半分に分けてロープ編み状にねじっていきます。結構まあねじれてたら結構カールはつくので、こんな感じでねじってください。あんまりこう強くねじりすぎなくてもいいかなと思います。で、ここでヘアビューロンのストレートアイロンでねじった部分をプレスしていきます。だいたいまあなんかプレスする時間、まあ3秒から5秒ぐらいの間ですかね、を順々にやっていきます。で、毛先の先とかは少しこうカールをつけるように跳ねさせておくのも可愛いかなと思います。この状態でちょっと置いておきますね。その次、上の部分も同様にねじって、で、結構もうこうやってねじっちゃっても大丈夫です。こうめんどくさかったらこれでも大丈夫なんで、まあお好きなように。まあロープ編みの方が綺麗にこうリッジがこうカールが出やすいかなと思うので、綺麗に出したい方はロープ編みでやってあげるといいかなと思います。で、毛先の方は少し跳ねさせるような感じ、こんな感じで全体やっていきます。後ろの部分も半分に大体でいいので分けて留めておきます。で、まあ、後ろは大体まあ3等分ぐらい、襟足、まあ、真ん中上で3等分ぐらいに分けて、ここも縦に取ってねじっていきます。で、大体3秒ぐらい、3秒から5秒ぐらいですね、プレスしていきます。で、毛先は少し跳ねさせます。もう一個上の段をやっていきます。半分に分けて、ロープ編みをしていきます。で、ロープ編みしたところからプレスをやっていきます。最後、上もやっていきます。
ねじってアイロンでプレスしていきます。アイロンの入れる位置は別に縦でも横でも大丈夫ですので、しっかりとプレスして熱を当てることが大事になってきます。こんな感じです。反対側も同様にやっていきます。はい、こんな感じで全体にアイロンがプレスした状態になってます。なんかこう固まってますね、しっかりとこの状態でほぐしていきます。でほぐすときに N ドットのオイルをつけてほぐしていきます。下の方から自然に、やっぱちょっとこうウエット感があった方が綺麗に動きが出てるように見えるので、結構保湿力の高いオイルをつけるといい感じにおしゃれに仕上がります。はい、こんな感じでほどいた状態です。オイルつけて結構こうまとまり感が出てる感じになってるんですけど、このぐらいのカールになります。アイロンが苦手な方、よかったらこのやり方も面白いかなと思いますので、よかったら試してみてください。